ないの？前のリンクをこれだよね。リンクをコピーしても貼っつけるか。これでいいのかな。もう普通にツイートにした。え、ちょっと待って、ちょっと待って、ああ最大だったわ、明るさ。暗いね、ライトないからさ。待って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 、こんばんは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 。久しぶりにタブレットでやるからすごい画面大きくて見やすい。こんばんは、やっほーみんな、やっほーみんな。うん、たっけさんマリナってる、初見マークだ。あれ初見なの。やっほーマリナです。ひでさん、いっぱいいてもありがとうございます。食べ過ぎ飲み過ぎさんも、あじさまだね、ありがとう。初めましてじゃないでしょ。こんばんはこんばんはこんばんは。池田さん初見だ。こんばんはこんばんはこんばんは。おーマリニャー、はい、初めましてだった。配信が、え、この前聞いてくれた人かな、会いに。違う違う、合ってる。今日はそう、昨日さ配信したけど、このなんていうの、ツイッターにさシェアをしてなかったからみんな気づかなかったんだなって思った。お、バニーさん行こうと思います。ありがとうございます。やったやった、お久しぶり。時々のツイートのやつ場近いかった。え、ありがとうありがとう。昨日のやつかな。え、今日もね髪を巻いたんですけども、もう巻きが取れております。ほとんどほとんど、ああちょっと残ってるね、巻いてたの髪の毛。今日も最近なんかツインテールで巻くのにハマってて、あ、ガチ初見です。じゃあ違う人か、ありがとう。そう最近ねハマってて、ツインテールに巻き巻きツインに昨日見れなかったからめっちゃ嬉しい、よかった。あ、23のライブ行きます、待ってます。ゆねこさんかわいい、ありがとう。青山、あ、青森の白井が穂波さん気になってるって。どっちも遠征民だから対面が合えば連れてく。え、待ってます。青森の知り合い青森の知り合い、じゃあ SNS 見てくれてるってことかな。そういうこと。キングシュー、マイナティル、ヤッホー、トパチン、ヤッホー、スシこんばんは。なんとなくショールーム誰かやってるからたまたま覗いてった。え、ナイスタイミング。めっちゃ初めましてです。うー、初めましてじゃないです。ユッポンさん、マイナティル、ありがとう。こっち来て、こっち来てって何。昨日は完全、あ、寝てたのね。まあ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 、ラジオだったから。ちょっと前に長井で会いに行きました。え、そうやんね、ありがとう。マリーニャー、ヤッホー、坊やーさん、ヤッホー。今のところね大阪ないのよ、遠征が今なくて。そう、今ちょっとねグループがなんて言うんだろう、ごちゃごちゃしてるというか、なんて言うの、あんまし動けない状態でね。そうなのです。だからねちょっとねもどかしい気持ちがねずっと続いておるんですけれども、今日めっちゃ前髪いい感じだったのにもう崩れちゃった。今日の感じかわいい、ありがとう。もこもこです。これは去年買った、あのね福岡の特典会、私服特典会の時に着てた髪
カーディガン、これにその時着てた短パンに襟、開けても可愛いんだけど、まあ、ちょっと寒いから。言いたいことがあって、今度どっかのタイミングで行きます。お、待ってます。いつでもどうぞ。単純寝てました。あ、おはようございます。皆さんアイテムありがとう。これあれ、こんな、え、待って待って待って、全然追いついてないやん。ダメダメ、バーッと今スルの通知設定しても来ないときは。そう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 、みんなこんばんは、こんばんは。ボス、はじめまして。え、ボスってあのボス、はじめましてなの。え、配信見てないとかあるんだ。光る、ヤッホー。どうした、かわいい、ありがとう。大祭楽しみすぎて鼻息荒めでサイレウム持って肩ブンブン回してる素晴らしい素晴らしい、鼻息荒めいいねバニーさん行きたすぎ。えー、来てほしい。でも遠征の人はちょっと大変だよね。だって月曜でしょ、月曜でしょ、次の日もお仕事だもんね。金曜とかだったら行けてたのかなって思ったりね。午後休とか取ったらね、できそうだけど。アルナージおひさん、元気、元気かな。そうみたいよ、青森と福岡がうまく合流できるように願って、祈っといてか。やばい、え、リュウトって福岡の人やったん。待って、そこが初知りなんだけど。今日はちなみに、え、1時間ぐらいかな配信の予定です。メトロプリスさん、アイテムいっぱいありがとう。あ、カラッチもいっぱいありがとう。配信こちらにどうと遅い時間かと思ってすぐ始めたせた前が崩れても可愛い、ありがとう。そう、大きい襟さんです。頑張る時ですね。そう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 、まあ今はねしゃあないって感じですよ。まあ前のは元気に頑張ってますんで、あのライブ来てくれたらいつでもいるよ。マリナはマリナってる、ヤッホー。襟付き似合う。そう、なんか今日この髪型を、今日ね撮影だったの、この髪型をしようと思って。そうだからちょっとさ、私服がさ、なんかさ、なんていう、バチバチのさ、かっこいい目というかさ、カジュアル何な感じの着ちゃうとさ、なんか合わないじゃん。しかも今日場所的に、あ、オフショ撮れるなと思って、可愛い服着ていって時間あれば撮れるかなとか思って可愛い服着ていった。で今日ストーリーに載せてたやつ撮ったの。こんばんは、こんばんは。ここ最近マリナちゃんと手の大きさ比べしようと思って行くけど、当日になると忘れてる現象に名前をつけないえ、結構なさ割合でさ、たかし話に来てくれてない。しかもちゃんとスーツの日最強、いいねいいね。いつ見ても可愛いっすねお口チャックのマークつけとる、いい、ありがとう。今日はね結構漏れたと思う、ちょっと漏れたと思う。あ、でもね、みんなに見せれるのはもっと先かなって感じです。マイナと早く会いたいな。え、早く会いに来て。マイナヤッホー、かわいいね、ありがとう。え、なんか今日めっちゃみんな褒めてくれるやん、どうしたの。え、なんでなんで、甘めな格好してるからってこと。え、すごい、みんな今日めっちゃ褒めてくれる、気分いいよ幸せ。ミヤカジュン、ヤッホー、かわいい、ありがとう。そうだね、雰囲気変わるね。あの時は確かあれかな、キャミ着てたのかな。あれはちょっとセクシーお姉さんみたいな感じでそうそうそう、あ、今日も同じブーツ履いてた、白ブーツ履いてた。早く気まずいのやめたいけど。え、マリナ別に気まずくないよ、ただただ腹さまれただけであ、気まずいって言っちゃっただけだからさ、大丈夫もうね面白かったね、あれ。いや、カニャンのとこ行ってマリナのとこ来なかったでしょ。俺も韓国だから、ね、え、韓国、今韓国行ってんのか。こんばんは、こんばんは。今日も可愛いですね、ありがとう。美人すぎますね。え、ありがとう、嬉しい。お兄さん、
みんな来てほしいよ。 BPM さんこんばんは。助けて。どうしたの。そうでも明日ね、本当はあのアイライフさん主催だから、なんかそっち振りでもツインしちゃったからさ、可愛い系になれるツインをこの前しちゃったからさ、うわーどうしようと思って、まあ、ストレートでか、まあアミアミかなんかやろっかなって思ったんだけど、前にねレッスンなので、レッスンから直で会場入りするから絶対ボサボサで顔もボサボサなのね。え待って、3時間レッスンした後にさ会場入りっていつメイクするの。レッスン前とか絶対無理だよ。無理な、崩れちゃう崩れちゃう、ボロボロになっちゃうよ。あ分かった、今日ビジュイのマリナライブしてないからだよ。よれてない、メイクいい感じにできたしね、ってことじゃない。夜行バスで行こうかな。えバニサイほんまに、ありがとう、待っておるよ。ルーリーいつも美味しそうで食べたくなる。えでもなんか割とちゃんとシナス作った時しか乗せてないし、まあなんか変にハードル上がるのも嫌だから、しょぼいのもいっぱい乗せとこうと思って最近普通に乗せてる。お初にお目にかかります。嘘でしょ。えー、福岡だったんだ。え聞いたことなかったのかな、あまりの。え2時間もやんないよ。2時間もねやらないと思う。えーとか言ってな、時間わからんくなるやつなんだ、いつも。知ってる。でもさ長すぎるとさ、明日早いからレッスンが、レッスン明日午前中からあるの。午前中からレッスンしていつだ、そのままあれライブ行くからもうね寝ないと無理って思って、だからちょっと早めに始めた。お風呂入ってないし、今日もメイクしてるからそのままもうやっちゃおうと思って、ラジオよりかはいいかなって感じでね。なんか今日幼めですね。えそれはツインテールに襟じゃだからじゃなくて、何幼い方が好き。この前の東京衛星はバニクルのデブ、そうだね合わなかったって書いてたね。惜しい。今日撮影って聞いてないぞ。え言ってないよフリフリのエリかわいい。これはお姉様の前なグラビアじゃないよバニクルで撮影です。ユミちゃんもストーリーで撮影ナウナウって書いてたでしょ。マイナに個人のお仕事は今のところ来ておりません。まあやりたいとは思うけどね、結構ずっと前から言ってる、個人のお仕事したいですって。まあまあまあいつになるやろ。この前の集合写メマリーナモロかぶりでごめんだった見たよあれ全然いいよ、楽しみに待ってます。ありがとう、僕いつも可愛く言ってますありがとう。あやばいやばい、コメントが、えいつもそんなに褒めてもらうことないかもしれない。えわかんない、どうなんだろう。マリナ褒めるとどうやってなるから、えほら言おうと思った。いつもいつ時も可愛いです、ありがとう。褒めない日ない、本当に。そうね、スーツがお好きというからルンルンしながら最近言ってる最強、マジで最高です。甘め好き、ありがとう。集合写メ二度と撮りたくない、えそんなこと言わないで、ごめん。マリナが横に行かないようにするから横に行かないようにするから、ちょっと撮りたくないとか言わないで。ニキュアさんヤッホー、あバブルヤッホー、あと気づいたマリナちゃんのハロウィンチェキ買ってた、マジで。マリナ、あそう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 、和装チェキ今日提出したのであれです。次ハロウィンカキカキし始めます。今月ねライブちょっと少ないから全然書けると思う。しかもね1個のもう全種類書けたら出すっていうよりかは、書けたやつから出そうと思うから、ちょっと少ないやつから書いていこうかなって思ってるから、まあどの種類が一番に届くかお楽しみにって感じ。書きやすいというか、なんて言うんだろう、書こうと思ったやつから書いていくね。だからランダムにいろいろとかも
そう、あの、え、久しぶりに顔見た。あ、まあ、配信は2ヶ月ぶり、顔出しは昨日したけど。韓国行ったのいいな、なんで羨ましい。前のまだ海外行ったことない。前の行くつもりだったけど時間なかった、しくしく泣いてました。え、絶対嘘、絶対嘘、絶対嘘。カニは言ってたもん、見てる、知ってるもん。絶対嘘だ、前の来る気なかったんでしょ。ピンさん、ヤッホー。やっぱストローテですよね。え、何が何が、え、待って、これ明日の話、明日の話か。ストレートのデコ出しがピカイチ好きです。え、マジで本当に言ってる。でも前の絶対デコ出さないよ写真しかデコ出さないよ。ライグウォーのビジュも好き。やだよ、だってメイク崩れてるもん、汗で、汗で。多分根本の形は買ってないから、いじってないから一緒なんだけど、ここのね、ここのメイクとかがね取れるのだからダメ。もう汗でブヒャーってなる。いつも美女いい、そんなことないよ。あるある、美女良くない日は全然ある。そう、あのメイク崩れるから、あのライブ見てくださった方は分かると思う。マリナライブ中びしょびしょなんでね。明日行ったらご褒美くれる。え、何ご褒美って、何何してほしいのさ。ジャー君こんばんは。美女悪い日なんてある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 。ライブした後のマリナしか見てない。まあそりゃそうだよね、みんなライブ後しか会ってないもんね。期待をコントロールしてるわけね。え、どういうこと。手料理食べて、ね、いつか手料理振る舞いたいよね。音声聞こえない、多分それチャウくんだけだと思う。マニクルなんか料理上手な人多くない、ストーリー見る限り。え、多分ね、カンニャとマリナはねできると思う。てかやってる、常に、常にというか、なんて言うんだろう、まあ、割とやってる。ねえ、前のマジ外食しすぎるとさ、お金持たないからさ、ね、なんかね、実家に住みたい実家に住みたい無理だけど絶対、香川からなんて通えない。そう、明日レッスンあるんですよ。あーちゃーこんばんは、こんばんは。午前中動くの苦手かな。苦手です、苦手です。え、最近ちゃんとね2時とかに寝ても着衣2時とかに寝て、まあ9時ぐらいに起きるやろって思ってアラームかけなかったり、12時とかまで寝てて、なんでって感じのこといっぱいある。今日はなんか目覚めた、あ、二度寝した。めっちゃ怖い夢見たの。それで飛び起きて、なんか目閉じたら夢の続き始まっちゃって、無理やり目をこうやって寝起きでこうやって目をもう無理やり開けてて、でちょっとこのまま寝たら夢続くから怖いと思って、そのまま画像を選んで、あのちょっと修正とか後ろぼかしたりとかねしてから、おはようってツイートして、その後にもう大丈夫かなって思いながら二度寝した。夜ご飯食べました、食べた食べた。え、お風呂だってメイクしてるやん、メイクしてるやん。これでお風呂入っとったらやばいって、もう一回入らないかんって。最後に綺麗で可愛い。え、なんかさ、配信久しぶりにお名前見るかも、ありがとう。あずあず、ヤッホー。こいちゃん、え、見れたよ、見れた見れた、ことちゃん見れた。明日朝早いの俺も、ちなみに5時半起き、それはやばい。マリナはね、何時だ、なんかね、時間スタッフさんが間違えてて、どっちですかって聞いたら新しいの来たんだよね。これは場所どこだ、言わないけどね。ちょっとちょっと、ん、ああ、ね、明日はね、9時ぐらいには起きなきゃかな。あ、そんなに早くないか、はい、遅くて9時には起きなきゃかなって感じだね。逆算今、そう、全体的には甘めです。今日これマリナの服、これがネネの服、寝落ちする前見れた、よかったです。あ、やばい、コメントが止まってる。最近お前可愛いんやけどどうした。え、ありがとう、えいしょー、めっちゃさあのしてくれるんだよマリナ、嬉しい。えいちゃん一緒も北 FM とかどうかしら、ショールームの
え、そんなのあんの？お声掛けあったら全然やる。言うと思ってた俺のイメージ、俺な、ん？言うと思ってたって俺なんのイメージ。え、塩塩たんと話した？塩たんって誰だ？あ、ムミムシューカルビさん、明日久々にバニミルを、ありがとう。あ、聞こえた、よかった。塩たんって誰？いつも褒めてる、知ってる。チェキ頑張って、偉くないよ偉くないよ、ちょっとこの前までが食べ過ぎてただけ。オーラ入りながら配信見てて思わず女子かってセルフツッコミしてたいいやん、お風呂入りながら。バニナ人気じゃないよ。 DVD とチェキ届いてよ。お、じゃあ見てね。そう、5種類あるから。そう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 。ずっこさんこんばんは。気のままっていうか大丈夫だよ。本当？挨拶はまだなのにちゃんと覚えてくれるの嬉しい。いえいえ。しおたんって誰だ？なんで考えたのって言われても違うから。あ、そういうこと？普通に帰省ってこと？旅行かと思った。旅行かお仕事とかかと思った。パスポート持ってないです。いいな台湾。前のどこも行ったことない。デコ出し絶対やらないよ。この前別祭3回目にしてついに推しメンが隣で変に緊張し、あ、ゆみちゃんが隣だったってこと？最近マリナ隣多いよ。ゆみちゃん、マリナちゃんに行くようになったのは関東遠征するようになってからだわ。あ、そうなの？じゃあ結構最近なんだ、こっち来るようになったの。フライト短いです。あ、実際1時間。行きたい。そこのメイク特典会でやってあげようか。やだよ。何何？いや、ちゃんと直していくけどちょっとよれるじゃん。明日くのまいにちゃんが好きなのは少数派なのかしら。いや、どうだろう、どうだろう。すっぴんでも最高に綺麗かわいい。ありがとう。ライブ来てほしいよ。しおたんって誰？しおりのこと？もしかして。カニャの料理なら食べたい。うん、いいよ。じゃあマリアの料理はなんかイベントあっても絶対うーはじくからね。あなたにあげないって。マリアにこれネギして。それはおかわりの話じゃなくて午前中にちゃんと活動するのむずい。わかるわかる。2時まで起きてられない。それ朝早かったらね。縦に育ってくれりゃいいんだけど、最近横に育ち始めてダメなんだよ。いっぱい寝れちゃうんだよね。寒いからずっとね。そう、お布団が離してくれないの。関節ブツブツしたの治った。お腹の話だっけ、ブツ。どのこと言ったっけ、マリナ。なんかいろいろと前の肌荒れ多いからさ、ニキビはできないんだけど肌荒れ多いからさ、どの話だっけってなる。インスタグチちゃん意味わからんから可愛いですね。音符ちゃん、インスタの音符ちゃん、あ、これリンゴちゃんかな。音符ちゃんとも言うのかな、あれ可愛い。あれね、1年前の写真だ。もうもこもこ載せたくて、でなんか載せてないかなと思ったら、ごめん、1年前にも同じような写真載せてた。ちゃんと違う写真よ。2枚あって載せてない方載せたんだけど、後加工したら顔一緒になっちゃった。そう、なんかね、リアルサバゲーみたいな。お初い早い時は寝てないのかと。いや、寝てる寝てる。ピアノマンさんこんばんは。本日もお月見様です。お月見様。お月見とかめっちゃ寝たこと。あ、それは前のもある。お性格レベじゃないよ。やばいちゃん今日かわいい、ありがとう。最近なんかインスタめっちゃ甘々だね。場所言われても仕事とか行けないぞ言わないよ。9時はもうしてるし、やべえ。そうそうそう、対バンです。ヤッホー、ユッピーさんこんばんは。あっちゃんこんばんは。動いてるよ。そう、今日は顔出しです。目黒さんさんが見てた今日の。いいな、今日はメンたちはお仕事でした。仕事行ってきま、おいてらっしゃい。仕事態度どっちかと言ったらマイナの方やろ。あ、違うよ、マイナしようじゃないよ。初見さん、みきゃんさん、チーカーがピザを食べれなかったら代わりにピザを食べ、チーカーちゃんがピザを食べれなかったので代わりにピザを言う、ご飯食べてて。ありがとう、なんか いっぱい褒めてくれたんだけど
ありがとう。唇が美しい、初めて言われた。配信楽しんで、ありがとう。目の下の涙袋が袋、これありがとう。好みのタイプやったん。あ、しおりね、くるみしおりね。マニクル、そういえば聞いたことがある。え、やったやったやった。コットかけるマリナとデコマリナ、俺得すぎて一生見られる。じゃあもう一生見といてください。マリナだ、ニコニコ、ヤッホー。カッカカカって何これ。だけどまあ旅行だもんね。1週間何もせず美味しいもの食べてくれてた。いいなーいいないいなー。え、10年間撮って行ってないってやばいね。あ、だいぶ追いついてきたんじゃない。あの日両サイド一押し三好はやばいで。三好って誰。昨日みんなでシナリオでオールしてから初日とかもだね。やば、クマできるで。ほら、使用されるの俺やろ。違う違う。え、見たことないよって言うじゃん。結構メイクでね、なんか荒れてる上に塗り重ねて、ね、隠してるんだよ。マリナね、皮膚炎が多い、あのただれの方だから、あのボツボツニキビっていうよりかは、今もなんだけど、今メイクしてるか分かんないけどね、治りかけてたと思ったらまた出てきて、あ、マリナねすっぴんになったら今ここね真っ赤なの。ここ真っ赤とここ真っ赤とここ真っ赤なんだよね。わかんないでしょ、見せないからさ。そう、ちゃんと皮膚科行ってお薬もらってんだけど、だからお風呂上がり、そう、ただれてて皮がめっちゃ剥がれちゃったりするから、あのお風呂上がりね、目こっち閉じないぐらいね突っ張るの。もうずっとこうなってんの、カッピカピになって。しおちゃん元気だと思うけど、マリナちゃんの写真なら無限回収が似たんだよ。え、ありがとう。え、お土産くれるの本当に。マリナそれは楽しみに待ってるよ。じゃあ今度来た時あまあまでやって やってあげようか。でも絶対キモいって言うでしょ、マリナじゃないとか言われそうだからさ。初見やから爆速。あ、じゃあいっか、じゃあいっか。そうだよね、だって最近知ってくれた人もおるけんさ。そうやね。本当はね今日違う写真載せようと思ったんだけど、迷いすぎて迷いすぎて載せらんなかった。違う写真にしちゃった。いつもショーじゃないよ。入試聞くの。そうだったの、そうだったの。高橋の入試って俺だったの。え、やった、ありがとう、ありがとう、嬉しい。そう、前のも乾燥肌、真っ赤なら本当は、そう、本当はダメ、本当はねダメなの。化粧品でもねずっと変えてない、リピートだから。マリナ基本的にね大丈夫なんだけど。あ、おなか、 あれね。え、でもねだいぶなくなったよ、湿疹でしょ。だいぶマシになったと思うんだけどな。え、多分大丈夫。え、どうだろう、わかんない。なんかなくなったと思ったら出てくるから、一応なんか前もらった違うとこに湿疹出た時にもらったやつは一応塗ってはいるんだけど、なんかね今日めっちゃ足なんだよね。なんでだろう。お腹が治ったと思ったらね、今ね暗夜に湿疹が出ておりましてね。気温差、寒暖差。え、なにこれ、え、膝がピンクになったんやけど、なんで、え、なんで、やばいやばい、なんで、え、怖っ怖っ。ペン？ペンじゃないよな。リップ？え、まあいいや。まあいいや。ちょっと配信あれなよ。日本語か。ちょっとコメント追いついてからにしよう。豪華すぎて行きたすぎて体験しそう。豪華やろう。アップダンスライブやからね。まあバニサイなんだけど。ヘアアイロンのねやけどね、今日カンニャにね耳か耳血って言われて、血じゃないよやけど、この前のやけどって言ったら、はあって言ってた。めっちゃびっくりさせちゃった。
数十年生きてて今年初めて皮膚科であなた皮膚弱いですねって言われた。マジ？初めて言われたの。家系ラーメンと二郎ラーメン食べ過ぎてニキビ4カ所できて泣いてる。それはできるわそれはできるわ。油物取りすぎ、マリナあれかも。なんか多分肌が荒れにくいの、ニキビとかママの遺伝もあるけど、基本的なんていうの、あの動物性の油脂取ってないかも。あんまり揚げ物食べないし、マリナ自分だけのご飯の時お肉食べないし、チョコは食べるけどあれ食物性だからさ、かなぁ。おい目的がお土産やろバレた。自分を目の前でカカピルめぐちゃんが最強セリンってる。やっぱなる人なるよね。コラボサンドの時の目、あそうあれあれだよ、あれあれ、ここね。あの時はこっちだった、こっちのあったと思ったら次こっちなの今。まあアイシャドウがさピンクだからバレないんだけど、そうあれがね1ヶ月ごとぐらいにねいろんなとこ来てる。一回首ブワーって真っ赤っかになってたりとか したんだけど、まあ、みんな気づいてても 言わないでくれてる。俺前の甘まさ、え、ある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 よ、甘まましたことあるよ。おさむちゃんやっほー久しぶりだ。押しつけがいね難しい。ん？いろいろ言ってくれたんですってね、とかなんとかならんかやったけど無理なのか。そう同じとこ出てくるのピンクなの。え違う違う、髪切れすぎ、ありがとう。まあ、ちょっと今はもう巻いててボサボサだからちょっとあれだけど。あ、はじめましてなんだここは。ね、寒暖差アレルギーなんかねワンチャンあるよね。なんかもう手もかゆいし、でも前の、花粉全部持ってるから、あの雑草系もそうだし、稲も杉花粉、杉ヒノキもダメだからさ、ダメなんだよね。あー大変そう。それは割と定期的に行ってるから気づいてる。え気づいてない、なんかついでに話しに行くかぐらいで来てくれてるのかと思ってた。怖って言いながら笑ってんの面白い笑ってる、ありがとう。健康的ね。そう、えどうなんだろう、多分人による。チョコ食べてブツブツになる人もいるし、マリナ基本的に毎日チョコ、なん多分ねご飯と同じぐらいのカロリー摂取してるんだけど、チョコで。でもね大丈夫の。アンプルめちゃくちゃ効くけどこれ使ってみる。俺が使うと私韓国の方が。え何それ、効くの、いいの。え気になる、めっちゃ効くんだったら気になる。まあね意外とお肌悩まされてるからね。あとちゃんとケアはしてるから多分ニキビはあんまできない。えバニーさん行くか迷ってる、絶対来た方がいいよ。もう、うん、って言ってもまあそんな、なんて言うんだろう、ワンマンみたいに大きなことはできないけど、まあでも今5人しかいないしね、なんだけど今できる全力を出すので、皆さんよかったら遊びに来てくださいって感じです。まあ先輩方もね出てくださって豪華なので。チェックに糖質制限などから遊びくフランクやらやら唐揚げを糖質ってあれ？ご飯パンってこと？でも糖質制限したらさ、なんか逆に太るって言わない？女の子なだけなのかなそれ。目？目はね、いつも充血してる。よいしょ。いつもだよ。前な、白目が真っ白なこと基本的ない。ずっと目赤い。はい、ここでは。だよね。マニクル食べ物ときちゃう。うん、食べ物もなんていう、あの生物、冷蔵冷凍が必要なものと、あのすぐ開けれるようなもの、なんていうんだろう、未開封ならね受け取れるの、でも簡単に開けられるようなものがダメなだけで、化粧品は全然もらってる。マリナコスメとかねほとんど、今使ってるのだったら下地もそうだし、下地の次に使ってるなんかよくわかんないやつもそうだし、ファンデもそうだし、お粉もそうだし、アイシャドウもそうだし、ラメもそうだし、全部もらい物、いただき物です。でこのお顔が完成してる。あれもあらゆる花粉に弱い。
わかる、やだよねこれ。あららちゃん待ってると思うな、ずるい。ずるくないよ。あ、あのねさんありがとう、だけど韓国語読めない。あいまちさん迷ってる、やほー。チョコたくさん食べたあれなんだって、家系か家系、そう多分そう、金しゅんだよ。あ、名前を知ってると、こんばんは、こんばんは。行くきっかけはキランだし、キランめっちゃプレゼンされて行ったら楽しくて入手。え、あキランなの、そこ仲いいの、へえ。やった、ありがとう。やった、そんなマリナプレゼンしてくれた、ほんと。なんで控えるんだ、チョコは毎日食べてるって。似てるとは思う、ねねと。え、牛乳って太るんかな、マリナ牛乳嫌いで飲まんけん分からん。マリナ毎朝豆乳飲んでる、麦芽豆乳美味しくて。前までプロテイン飲んでたんだけど、なんか気分で今飲んでない。しっかり保湿したじゃね。めっちゃ噛んだ。そう、保湿は一応ねいっぱいやってる。うさちゃんみたいなお目目です本当。あ、赤いからか。ジム会の先生大丈夫だよ、ライトアップと。そうなの、ライトアップって糖質制限なんだ。ちゃんと密閉のこう包装されてるやつなら、そう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 。あとな、裏の表記が生菓子って書いてなかったらいける。あ、やばい、目にゴミ入った、いった。マスカラかな、待って、一体あ、マスカラだ、マスカラだ、ちょっと待ってね、いてててて、取れた気がする。よいしょ、痛かった。やっぱちょっと顔暗いね、ライトないから。そう、あのね、リングライト壊れちゃったの、もう半年ぐらい。やばい、おててに湿疹が出てきた。なんで、うん、声のトーンすごい落ち着くんで好きっす。なん、声のトーン初めて言われた。特典会の時の方が嬉しいんかな。リップ何使ってる今。今はね、まあ、これももらい物なんだけど、今なんかちょっと甘めのお洋服だからピンクにしてて、セザンヌのラスティングリップカラー402、こういう色と、まあ前のプチプラだね、オペラのリップティント11フィグ、これももらった、こんな色。これを塗って、なんかこれはくじ紅って感じ、これはちょっと保湿って感じで、上からこれ塗ってる、ディオールのリップマキシマイザー、この可愛いキラキラなやつ。あと普段はリップモンスター塗ってる、赤いかく、え、口が赤い時はリップモンスター塗ってるよ。えちゃんこんばんは、もちよしきさんこんばんは。たかしがマリナって言うようになったから俺も言っちゃった。あ、そう、え、そこ友達、そこ友達なんだ。いやん、ありがとう、みんな。ロシアン使う前に使う皮膚落ち着くけど、栄養補給もので皮膚科専用のコスメだからかな。え、何それ、めっちゃいいやん。いや、あのずっといるわ、取れてない、あれさっき取ったんだけどな、めっちゃ痛い。うん、それいいな、薬品用コスメって絶対効くやん。俺はチョコちょっと食べると体いいよ、チョコだけにねって親に言われた。でもチョコってさ、カカオだからさ、少量ならいいって言うよね。まあマリナたちは少量じゃない量を食べているが、マリナがぬいぐると毎日飲むといいと聞くね。そうだね、市販しないやつだからネットとかで買えなくちゃんと言わないか。そうなの、そんなのあるの、マジ。日本史の凌介くんが日本史マリナって言ってるのに
ミホちゃん満足して、マリナだって来てくれたことないよ。三好マリナなの、やった、それは嬉しい。ゆうき、こんばんは。こんばんは。太りやすいわけではないけど、あ、過剰摂取は良くないですよ、だって。ワンちゃん、ワンちゃん、何が何が、ちょっと待って、コメント、あ、まあ、ちょっと遅れてるぐらいか。え、マジメイト、なんでマスカラ落ちてきたのかな、もうメイク昼ぐらいにやったからさ。居酒屋酔っ払いキラーに熱弁されたよ、本人に覚えてるかわからんが、え、今度さ、何熱弁されたかちょっと教えに来て、どんな感じであの言われたのか気になる。美容系 YouTuber みたいにやったし、え、そんなね、美容系 YouTuber ほどねできないよ、前な慣れてない、そんないいもの持ってない、全てプーチプーラーです。自分で買ったものは全部プチプラですね。キャンメイクとかね、あのマリナがこういうおしゃんなあのデパコスを持っていたら全部プレゼントですあんま買わないからさ、遅刻してきたけどタイミング良きでした、よかったね。休息時間ってもらったら嬉しいもん。え、マリナはめっちゃ嬉しい。あ、でもメンバーによってはあの使わない子もいるから、てか苦手な子もいるからちょっとあれだけど、マリナはもう毎晩ね張って寝てる、むくみやすいよね、もともとで。マリナアヨがコンプレックスだから今でこそみんなそんなことないよって言ってくれるんだけど、今がマリナ今ベストな体重ね。で、高校の一番太ってた時が、まあ調理系の学校だからさ、調理実習週4でやってさ、全部作ったものを全部食べてたので、その後部活陸上行って筋トレウェイトして、まあ陸上やった後絶対お腹空くじゃん、そんなまあさ調理実習で食べたとはいえ、で家に帰ってご飯を食べるっていう生活を1日4食朝昼実習夜ご飯してたら、今より10キロ重かったのね。でもその時は足なんて出せないぐらい、もうなんかゴリゴリなんて言うんだろう、もっと筋肉ゴリゴリで、もうちょっと脂肪をつけた感じの、もう本当にスポーツマンみたいな案をしてたの。そうだからそれが嫌で、あの案をのケアは毎日やってるから、みんながね足綺麗とかね好きって言ってくれるのめちゃくちゃ嬉しくて、そう、足がコンプレックスすぎてね、ずっと長ズボンとかストレートパンツとかしか履いてなかったんだけど、マニクロ入ってからミニスカート、高校の高1の時に履いてたお洋服を今履き出した、また高1と今体型が同じだから、太る前だからね、だからね今はね履き出した、キープできるように頑張る。それが原因か知らんけど、毎日バナナジュースの作って飲んでたらめっちゃ太った。あバナナって太るの、どうなんだろう。お化粧品はお姉ちゃんからもらうしか、お姉ちゃんもねあの裕福な人じゃないからね、いいもの持ってないしね。あ、でもネーネーの真似して買うものは結構あるけど、もらうほどのあれはない。シェアはね、お洋服みたいに減らないものだったらできるけど無理ですね。あとあのブルベイエベみたいな感じだから、ちょっと色合いが全然違う。血色はもともといい感じ。血色、血色、口大量ですね。何がチョコって聞いたらゴデバのチョコセイク飲みたくなった。え、前の飲んだことない。メルティキスの季節だからチョコいっぱい食べたら、え、美味しいよね、わかる。カカオのパーセンテージ問題あるよね、最近ハイミルクのチョコレートとも食べたから、え、わかるわかる、それな、ミルクが多ければ多いほどうまいみたいな。しゃあないな、俺が使おうとして一個あげるわ。え、ありがとう、ちゃんと使ったら教えるね、どんな感じだったよって。じゃあ楽しみに待ってる。チョコ自体は体が悪いけど一緒に入ってる糖分が強いなんで、ね、そう、多分コンタクトじゃないよ、ずれたのじゃないよ、マスカラが目に入った。キラン、タカシ、池田、この流れでマリナちゃん可愛いプレゼントが行われたそういうことそこ仲いいんだ、やったうん、直接言いに来て、あと忘れずに手の大きさ測りにおいで。前ならお顔と同じくらい手の大きさあるから、え、なんかさ写真でさこうやってしてる写真とかさ、なんかめっちゃ手でかって思わない？なんかこれさ、なんか顔面の加工めちゃくちゃきつくしてるとか思われたらどうしようってめっちゃ思ってた。ただただお手手がねでかいだけなんです、やばいよね
ごついし。コンプレックスね。マリナの顔ファン多いよ。リアちゃん推しにもマニクルのマリナって言ってる人いるし。本当に嘘、マジで。マリナ顔ファンってあんまり言われて生きてきたことないよ。ありがとう。美脚じゃないよ、大脚だしね。使い方とか次回プレゼントするとき教えてあげるわ。ちゃんとマリナに聞くなら毎回。え、なにそんな、めっちゃ紳士やん。え、ちゃんと使い方教えてね。あの間違った使い方したらもったいないから。待ってる、ありがとう。メイさん、アイヨがちゃんぽいってじゃないですか。本当に。めっちゃ食う、めっちゃ食うよ。めっちゃ食うよ、めっちゃ食ってたよ。そうなんです。そうだから、あの大食いなのよね。そのまま足好き、ありがとう。あんまり飲まないとのことだけど、プロテインって元は牛乳とかできてってしました。前のね、ソイ飲んでた。ホエイじゃなくてソイ飲んでた。ソイの方一応ね知ってるよ。まあ陸上してたしね、なんか飲んでたしね。なんかゴリゴリになりたくなくてソイにしてた。でもその時もマリナ牛乳で割って飲んでたから。牛乳飲んでたよ、ちなみに。その時の足が見たい。え、絶対嫌、絶対嫌。え、てか写真ない、なんなら写真ない、撮ってないもん。マリナアイドルやめ、高一でアイドルやめたけど、アイドルやめてから自分の写真なさすぎてあんま載せれる写真がない。高一までの写真ならあるよ、全然。多分そんなに顔変わってないけど全然あるよ。足好き、ありがとう。え、嫌だ、10キロ太ったら前のはもうアイドルやできない、無理。衣装絶対入らない。美脚に足はもう、ダメじゃん。イシーさんこんばんは、ありがとう。減らないものと、減らない、お洋服とか。ブルーベリーって何。綺麗な足してから出していった方が気を使うからもっと綺麗なと。え、そうだからそれを思って結構出してる。なんかお腹マリナ私服夏めっちゃ出してたのも、なんか隠してるとふって力抜いてること多いけど、お腹出てるお洋服着ると常にお腹キュッてするのね。まあしてるつもりなんだけど、ふと気が緩むじゃん、ふって。それをなくしたくて、お腹出してたら絶対お腹出てるの気にするから、そう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 っていうのをやったりとかね。今はねちょっとね、あのね、おサボり中だからね、あのめちゃくちゃね適当なことしかしてないけど、ガチの時はちゃんと筋トレやってた。今はなんかあのダラダラとやるぐらい、あと筋膜ローラーゴリゴリやるぐらいかな。だけど今日も綺麗ですね、ありがとう。最近帰り遅くて遅い時間にゆず食べてから全然痩せないで増えてくばかりだ。え、ヒロ痩せる必要なくない。寂しい、うちは自分長男で下さんでシェア、シェアないね。それはバナナを動かす疲れの人が食べるのがおすすめ。おい、そうなんだ。ブラックチョコレート使いつつもちろん砂糖一番にかけてしね。あのあれだよ、後ろの成分表使われてる多い順に書かれてるからさ、基本的にね。罪だよね、ほんと。おいしいものってなんであんな太るんだろうっていう。手が大きいの、いや手が大きいんです。食べ過ぎは頭痛の原因って聞いて量減らしてよ。そうマリナもね、それは知ってる、それは知ってるんだけど、知ってるんだけど、でも食べなくてストレス溜まるよりかは、そう頭痛の原因ってストレス、あマリナの場合はね多分ね、あの発症がストレス原因だから、多分そっち発端の方が多いからさ、食べなくてストレス溜まるなら食べちゃおうって感じです。他はちっちゃくないよ。この3人は同じ LINE グループと話してる。え、何それ、めっちゃ仲いいやんめっちゃ仲いいやん。顔が小さい、そんなことないです。だから本当みんなおいでみんなおいで。え、意外とね3人ぐらいしかねやってないよキラーのプレゼンは波消し現場でも行われる時あります。え、それはちょっと嬉しい、やってくださいやった、顔ちっちゃくないよ。え、ワンチャンマリナの方がでかい説あるよ、本当に。ちなみに男の中でとっても小さい方なんだよね。え、もしかしてマリナ勝ったらごめんね、本当に気まずい空気流れるかもだけどごめんね。
手ちっちゃめの男性の方、多分マリナの方がでかい。だってこれで20あるんだよ。マリナの顔好き？よかった。よかったこの顔で。もうマリナ自分の顔好きじゃないからしょ。みんなが好きって言ってくれないと自信持てない。え、俺顔で推しスタートしたけど。ありがとう。ありがとう。意外とみんな顔入りなんだね。ゆった久しぶり。いつもマリニャに干されただけで、うん、マリニャに干されただけで俺いつもマリニャに優しかった。え、違う違う違う、この前ウーに干されたもん。マリナコスプレ、マリナと来なかったでしょ。知ってるもんね。そのリアちゃんは、ま、俺とこの好みが一緒の。そうなの。岡村スタイルのパフォーマンス、声も話し方も全部好きだよ。ありがとう。そう、一応ねやってたよ。増加計画立てないで。そう、ゾイゾイだから大事です。そうだよ。じゃあ何出すか誰とく自分でこう引き締め。へそ出し、お腹出し衣装はおへそ見える衣装着。前のおへその位置低いからおへそ見えること多分めったにないよ。クリスマスイルミ見に行く。去年はね大学の友達と一緒に行ったの。今年はどうだろう。でもねみんな就職しちゃってね予定が合わないの。だからみんなね保育所とかだからさ疲れてるじゃん。だからうーん行きたいなとは思ってる。俺もダイエットしないと。ダイエットするような体型じゃないでしょ。それ以上痩せたらなくなっちゃうよ。美味しいものは塩分糖分余分でできてるって聞いたことある。それな。みんなおいでって何？何しようとしてんの？え？何もしないよ。チキさん初見だ。こんばんは。いやいや、俺手合わせて俺の方がでかったよ。そう、大きい人もいるよ。でも男性でちっちゃめな人は多分マリナ。ビジュレベル高い？え、絶対そんなことないよ。こまたまー、こんばんは、こんばんは。20来たら手のサイズ比べましょう。え、ちゃんとみんな覚えててね。ほんとみんな忘れてるからさ。ほら強かったって。いいもん、いいもんに、ね、干された。キランはどこ行ってもマリナちゃん宣伝してるの偉いなと思ってる。マジで。え、今度さ、今日いないよねこの配信で。キラン今度もう特大褒め褒めしとくわ。ありがとうだな。そんなにマイナのこと言ってくれてるんだ。めっちゃ好きやん。お顔は圧倒的タイプ。え、嬉しい。なんかみんなキツネ顔が好きなの？猫系のキツネ顔が好きなの？マイナタヌキ顔じゃないからさ、ちょっとこう垂れ目にはなりたかったけど無理だから。キラーキラーリアちゃんに俺のこと DD ってプレゼンする。DD だって。あっちゃんこんばんは。イルミナラジュエルミネーション。何それ。希少品プレゼントしたことは結構あるけど実際俺が使うものあげるの初めて。緊張する。あった、楽しみだ。え、どの手を測ったの？こっちはこうで測るんじゃなくて、前にこうパーってした時のここだよここだよ。一般の方がお休みの日はお仕事ですもんね。そう、アイドルはね逆だから。じゃないとねみんながね会いに来れないでしょ。だからね時間も遅めなの。お仕事終わりに寄れる時間帯じゃないと寂しいことになっちゃうから。いや全部圧倒的タイプやからこそ推し変したのか。やったー。じゃあキラとあれと時だとカンナちゃん推しの人と綾香推しの人が、ね、5人のクルーっていうラインぐらい。え、強っ。カカオの名物のあれ、え、ん？郷土料理？この前のしてたやつかな。違う？マイナの解散まず手を測るのせしますそんなことないでしょ。違う、マリナが干されたんだよ。でもカラッチの方が大きい気がするな、さすがに。マリナが、お、マリナ顔が好きですね。ありがとう。ツルメ好き？よかった、よかった。ジンジンヤホー。キラ本当に楽しそうな話す。え、めっちゃいい子やん。どうしたの？あなたシャム猫でしょ？そうっすね。そうでした。
こんばんは。お疲れ。猫系の顔好き？猫系なんだ。意外。推し面が、あ、まあでも涼香はそうか。パーのじゃなかった。じゃワンちゃん一緒だね。一緒だね。細いよ。なくなるよ。手パー笑った。え、本当？指長くない。ここがでかいの。ここが。だってさ、こうやって合わせたらさ、だいぶでかくない？手とこの、だから前の冬はね、いつもねこうしてる。見せない手て。ああ、マンバのケンちゃんですね。郷土料理百花。負けないよ。月曜の昼間のマーキはさすがやばいと思った。やばやばい。目の仕方は気のせいです。うん、いや、じゃあ今度来てくれたら気のせいじゃない、気のせいってことにしとこう。みんな初めて聞いたんかな。まあでも香川だもんね、あの言い方。私たち比べたら悲しい空気感がするやめておこう。あ、じゃあ、あの本当にあのマリナの方がでかそうって思った人はやめておこう。やばい、あいつのカバー上げすぎた。明日めちゃ、撮ろう撮ろうと。いい、前の結構でかいけど本当に。あ、プレゼンがうまいんじゃない、もしかして。リリーの僕を C 面の顔並べたら好みの顔わからんくなる。本当にバラバラなの。指細くないよ。前の普通に寄ったり指は基本的入らないからね。本に来た。ことちゃんもちょっと釣り目かな。目の系統は似てるかも。顔の全体的にはちょっと違うけど。バカ寝落ちしてた、こんばんは。あ、さっきケランの株爆上がりしたよ。リョウカのそうだね、ギョッパって感じ。リョウカのすっぴんかわちいよ。今度行かないとプレゼントできないやろ。そうでした。待ってます、いつかね。あ、香川県民しか知らん。そりゃそうか、そりゃそうだよね。意外と作れるんです。初めて自分で作ったけど、バーバーのね、バーバーのね、あれがめっちゃ美味しいの。適当にこう調味料を、まあこれとこれとこれだろうみたいなやつを、醤油と酒とみりんと入れたのね。適当にバッバッバッと、あとだしと。美味しかったよ、美味しかったよ。同じぐらいかな。下にあげて、前のにあげてねってするの、ささやまい。今年2回目だったの、マジ。爆上がりの時期。そう、前のおてておっきいんですもん。悲しくはない。じゃあよかった。そう、なんか本当は別にそんなに置かなく、あのなんか最近のは品種改良とかあって置かなくても大丈夫なやつはあるけど、茹でてちょっと水つけとくとか、まあでもした方がね美味しいよって話です。そう、こう見えて料理できるからね。とりあえずね、ないことあることや。大丈夫ケラン、安心して。褒められてたから。このアンプル使用期間そんな長くない、早くあげないと。いや、これな、あ、そうなの、期限あるやつ。マンバ百花っていう、あのあれ植物、なんかめっちゃ葉っぱが生えてくる植物、アクが強いんだけど、こうちぎっていくやつ、葉っぱを。怖っ。ケンちゃんなんだっけ、ケンチンから来てるみたいな、なんかに、なんだっけ、由来あるんよね、忘れた。なんだっけ、忘れた。ちょっとみんなググってみて。料理できる女子は良きね。しおり、しおり言うけどちゃんとマリにしか書いてないよ。知ってるよ。いつもはマリナに来てくれるもんね。手謎に大きいからマリに勝たせてあげられない。全然、ちょっと今度やろう。あ、それかも、ケンチン汁かも。あっとるね、よかったよかった。なんか勉強したのに忘れちゃったよ。うちのうちはちょっと調理師実習のみで見てたから料理です。あー、中学校の調理実習ってもうなんかようわからんのしかやらんくない。コラボ作ったもんだからあるもんだよ。そうなんだ。あ、楽しみ。明日の髪型は私の大好きな髪型だったらいいな。いや、
まだ無理だな。え、あれってさ、イソと一緒？好きな髪の毛って。でもさ、ツインテールの片方見なかったらさ、みんな言うサイドポニーだよって思うんだけど。まあ、サイドポニー似合わなくない？そんなことない？出て出て。なんかさ、サイドポニーってさ、髪絶対短い方が可愛いんだよね。え、わかる？これぐらいがいっちゃん可愛くないって思うのはマリナだけ。この肩に巻いて、肩につくぐらいが一番可愛いと思うんだけど。そんなことないのかな、マリナの偏見。そうだよね。いつもなんか使用期限以内に使い切ってる気がする。白玉団子作った記憶違う。ああ、そんなの作ったっけ。もうマリナさ、高校で調理実習やりすぎてさ、てか毎日実習だったからさ、もう中学校の記憶ないよね。え、マリナのサイドポニー好き本当？食べへんって本当。どうなんやろ。結構ね、なんかおのおののうどん屋さんの方が多いかも、チェーン店よりかは。マリナ、マリナロングだよ。長いでしょ。そうでしょ、この長さの方が可愛いと思う。ポニーになるのでも、え、みんなストレートはね意外とやってたよ今回。どのサイドポニーだ、今いっぱいやったよ。嘘だって。うう、落ち込まんといてくれ。待って、何時からやってる。1時間やってるね。意外とさ、お携帯あったらめっちゃ明るい。やっぱリングライト買った方がいいのかな。コメント進んでた。なかった。ああ、マリナも別になかったのかな。普通の多分、なんとかやみたいな普通のうどん屋さんに食べてた気がするな。食べに行ってた気がするな。ああ、10時13分から本当。本当。いや、あのね、今水色衣装じゃなくてピンク衣装になったから逆にアップが増えます。この夏アップヘアしてないんだけど、あんまりその分多分アップが増えると思う。だってさ、この夏さ暑いのにマリナさ、あの水着チックな衣装嫌すぎてさ、あの全然上げなかったんだよね、大きいステージの時しか。逆にくぐってるの増える。カンニャの手料理しかないかもしれません。うわー、そうやってそうやって1時間ぐらいでね。まあまだね、帰いけるかで。なんか本当はアトジャの公約で、あの手作りを振る舞うだったから、なんかそういうのやりたいよね普通に。でもね、料理よりお菓子の方が得意だからさ、めっちゃ自信あるかって言われたらそんな自信ない。でもレシピあったらね作れるよ、割と何でも。体感5分はやばい。あ、分かる、そのさ、サランってする感じでしょ。分かる。それマリナ好きで結構おろしてたよ。そういえばマリナちゃんのハーフアップあんま見たことないか。この前やってたよ。なんならバニサイもやってたよ、ピンク衣装の時も。
そんな見たことないかな。この前のあのどこだっけ、センクラの時もハーフアップだった。でもあれか、そんなにしないか。でも前のね、あれだよ、ピンクの時の、だからファーストワンマン、ピンク衣装バーンって出た時もハーフアップだったし、今の水色衣装もワンマンの時ハーフアップだったから、意外とハーフアップ節目でやってるんだよね。まあデビューライブはポニーテだけど。ソイヤさん、ほう初見だ、ヤッホーこんばんは。バニクル三代目のおしめカンニャフンフンフン。高めサイドポニーくるくるコルネツイン、あーコルネツインやったことない。飲みすぎて眠くて髪つかなくていいよ全然。ちょっと前にストレートヘアが素敵な人の舞台見たけど、ストレートのパフォーマーだと思った。でしょ、あれやばかったよね、めちゃくちゃアイロンかけられたって言ってたよ。この夏マリナだって、前の水着着てないもん、前の水着着てないもん、てか自分持ってないしな、水着ってないんだよね。嫌すぎて下ろしてたんだ。そう、なんか背中が気になるのと、ここがすごい、なんかなんて言うんだろう、あのね、前だって痩せると上半身から痩せていくのね、なんて言うんだろう、ここがなくなるの、ここの肉が。だからあの衣装とここ全開きだから、それがちょっと嫌で、なんかこうやってしたらここの肋骨がちょっと見えてて、嫌すぎて、それがなんか上半身だけ見たらめっちゃ細く見えるのに、下半身見るとそんなことないから、上半身だけ見て「え細いね」って思ってパッて足見て「あっ仕事!」って思われるのが嫌すぎて、そうだから見えないようにこうよく下ろしてる。そういえば福岡帰った時サンドドンズグの食べれなくなった。何それ、何それ、お菓子とか言っていいの。え、そう、でもね、上京してから全然作ってない、時間かかるから。お菓子ってケーキも作れる、とりあえず。しゅん牛さん、はじめまして、初見だ、ありがとう、よかったら SNS 見てください。そう、お菓子を振る舞いにてピッピ揚げ懐かしい。ブラウニー美味しいけど作るのも、え、ブラウニーは簡単だよ、混ぜて混ぜて混ぜて焼くだけだから。いや、なんかさ、みんな難しいって言うけどね、料理の方が難しいんだよ。料理なんてさ、こんくらいとこんくらいとこんくらいみたいな感じじゃん。でもお菓子って計量があるから、もう書かれてるグラム数測って、とりあえずなんか順番に混ぜて混ぜて混ぜて、振りかけて混ぜて混ぜて、何度の何度って決められてるオーブンにレッツゴーってしたら終わるから、なんかあの簡単だよ。メルスジ、背中あるのかな。たかしさん意外とハーフアップしてるよ。マリナ、マリナ生誕祭手作りなんか出てきたかちゃだったっけ、前物販だから。あ、ねあれは食品サンプル、なんかアトジャの公約に基づいたやつだから、ミユだったらお手紙書きますだったからお手紙でって、ちょっとリョウカはスポーツだったから無理でお手紙になったんだけど、マリナはだからお菓子振る舞うだったからかき氷とパフェだったのかな、食品サンプル。あれもちゃんと自分でお家で作った、意外と難かった、なんか硬いし、食品サンプルだからもうこの限られたものしかなくて、ミスったらもうミスったままで終わるから、手直しができないからさ、ケーキとかみたいに。めっちゃ難かった。ああ、この前線から用事終わって急いで行ったんだけど間に合わなかった日や。え、間に合わなかったの？なんてないよ。すぐから届いた。届いた、よかった。ポニテハーフアップ、ハーフ2になったイメージ。ああ、確かに。ハーフ2は最近なのかな。水着プレゼントメモ。でも着るとしても来年だよ。もう夏終わっちゃったからね。足ふと何する、だから自分の足が嫌いなんだって。スタイル良くないよ、前ね、ずっと足が短い短足だって言われて育ってたから、本当に今のみんなから言われてもいまだに信じれないもん。だから本当ってほんまにって聞いちゃう。で千倉駅からちょっと歩くからね、ステージ高すぎてびっくりした。最前の人なんてもう下見ないと見えなかったからさ、
え、みんな目の前足やんなとか思いながら見てた。全部綺麗やから足したさい。ありがとう。そういう髪の毛効果を狙っていたとは。そう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 、隠してた。そう、チーズケーキもね混ぜて焼くだけ。あ、そう、お菓子は分量ミスらなければね何でもできるよ、適当で。料理の方が分量適当になんとかなるから。そうそうそう、料理の方が簡単なんです。お菓子作って、え、もうこれがやばい、ここムキムキになるから。混ぜて混ぜてオーブンでゴーお菓子作れる。いや、お菓子作れるよ、作れるよ。もともとねお菓子作りが好きで、あの調理系進んだから。あれでサインでもないとマリナが作ったから。確かに、そう、混ぜて混ぜてこうです。冬は寒いって。あ、ほぼ全部音チェキ届いた。あ、ほんまに。まああとでも多分和装とハロウィンしか発送されてないのないはずだから、まあ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 、そろそろ信じれません。南半球行けば夏旅行行っちゃう。せんくらい、そう、首痛くなるよね、下の方だと。いや、まずめっちゃ混ぜてレッツゴーは分かる気する。でしょでしょでしょね、ステージ高いよね。綺麗ないんです。ありがとう。足短、俺のおつやん。私は隠すために私服しための私服しか持ってない。足短いか。そうか、もう持ったことないぞ。足フェチ、確かに足フェチは目の前見てたらいいだけだから、一生目合わないやつやん。チーズケーキマリナあれだよ、なんか着色料っていうよりかはあのジュレをこして混ぜてマーブルのチーズケーキとかめっちゃ作ってた。友達の誕生日にねケーキ作って渡したこともある。モンブランとチーズケーキ作って渡した。持ってな、嫌ならわざわざ時間作ってかないといけないぞ。そうだね。え、だからそう、自分はなんて、自分のことをね嫌にならないように今はケア頑張ってる。だから毎日着圧履いてるし、休息時間張ってるし、あーん、あっち置いたかな、あの筋膜ローラーゴリゴリするやつもやってる。まあできることはやってるつもりだよ。だからまあまあ、でも筋肉ついてるからさ、まあ、ガリガリにはならないって感じですね。センクラでやるとき頑張っていくかあれ足好きなんだっけ。ありがとう。でしょ、足見席だったでしょ。電動？電動ってなんの？あー、いや、だって電動使えるのなんてさ、あれじゃん、ホイップしか無理くね？無理くね？え？センクラ分かりやすいです、見やすいのかな。マリナの目の下のほくろ可愛くて好き。これ？これマリナもねお気に入り。これでしょ？マリナのこことここの印象強い人多いんじゃない、多分。おしゃべりぼくろと涙ぼくろ。これはねマリナ、これこのほくろめっちゃ好きで、なんかここら辺にあったら嬉しかったんだけど、まあでも目もここでもいいんだけどさ、ね、めっちゃ好きなんですよ自分。え、なんかお前ね、ずっとこれがチャームポイントだと思ってた自分の。そう、とりあえずね自分嫌いにならないようにねやってるつもり。陸上で足筋もりもり、お菓子作りで、ね、もりもらんせく筋肉も。え、だから本当に高校生は筋肉ムキムキだったの。ちゃんとここにもボコってあったからね。まあまあまあ、マリナは走るんじゃなくて飛ぶ系だったんで、体重をよいしょって、よくあの重い体自分の腕で上げてたな。今の方が軽いけど、今腕の筋肉ないから無理か。絶対戻れないわ。マリナのスタイルめっちゃ好き、ありがとう。じゃあちょっとこれキープ頑張るわ本当に。チーズケーキは大阪の陸老おじさんのチーズケーキとシャトレーゼのチーズケーキ、前のあんま買ったことないな。太ももがセンクラ行きたくなった。センクラ行きたくなった。わかる。ステージ高くてレスするとき目線が下向く。ああそういうことね。泣き袋ってなんかすごい良い？良いなら良いんだが、何時までにしよう。
初めて知った、マジで初めて知った。本当可愛くないこれ。これ擦っても消えないよ、書いてるんじゃないから。今の足好きなんだけど細くなるのはいいことしかないからね。そうなんですよ。三つ腰なるジュジョアンの身に続けつけた。なんそれ当時それ欲しいからって。あでも書く子いるよねここに、ワンポイントみたいな。長距離だったんだ、マイナ長距離無理、跳躍飛ぶ系飛ぶ系。なんか今はなんていう、食事制限っていうよりかは食べるものを気をつけて、だから揚げ物食べないとか、揚げ物食べないぐらいしかでも気をつけてないかも。もうね最近はねちょっとお米食べたくてお米食べちゃってるし、あでも野菜は取るようにしてる、好きだしからあれかもね。まあお菓子食べるし、その分動けばいいかっていう考えになってきてる。筋トレとかストレッチとか。そうマリナ陸上部だったの。いやでも中学校は新体操やってたからね、なんかよくライブ中のなんか指先綺麗だねって褒めてくれる人いたりするんだけど、なんて言うんだろう、手パッてやった時とか、なんかこうファッてやった時とか、こう下ろした時とかかな、なんか多分飽きて割と綺麗な気がする。でもそれはね多分ね、小じゃないわ、あの中学校で新体操やってたからだと思う。姿勢がいいのも多分その影響。ピカラスタジアムで会ってたかもしれんのか。マジ？ピカラスタジアムってどこ？高松？ピカラって高松？行ってたよ、室内でめっちゃやってたよ。マリナ、マリナの顔あんまり見た記憶ないから顔も見せてくれないや。見せてるよ、いつも見上げとるやん。何言っとるの。ひかりさん初見だ、ヤッホーこんばんは。あボブティンおはうどんヤッホー、来年カレンダー作る。ありがとう、それは嬉しいです。そう気持ち悪くなっちゃう。マジめっちゃいいことや、カレー高いの美味しいからです。まあね外食行くときはあんま気をつけてないけど、あれかも、なんか自分のお家で食べるときは気をつけてる。グミ食べるよマリナも。でもチョコの方が多いかも。チョコかな。グミは一時期めっちゃハマってた。カロリー高いものあげてマイナ、やめてマイナ、あの緩やかなダイエット常にしてるからさ、健康的な筋肉の使い方してるよな。本当確かに手の使い方綺麗。ありがとう、気をつけてはいる。そうだから多分ターンとかもね、あのそんなフラフラしてることあんまないと思う。まあ男子もやってたしね、ちっちゃい頃からダンスやって、中学校で新体操やってたから割とずっとそういうダンス系やってた。で高校でもう一回ダンスやってた。所作綺麗、ありがとう。そう新体操やってたからさ、あ丸亀、あれ丸亀ってピカラになったの？でも丸亀かあれだね、ヤシマかしかいないよね競技場。あそこに香川の全部がギュッと集まるからさね、もしかしたら合ってたかもね。顔全然違うから多分絶対気がつかないよ。ほんと目立つ？そう？つま先も伸ばしちゃいそう。あね、裸足だったら伸びてるよ。こうね身体のねこうつま先ギュッてやる癖があるからさ。あとよくこうなんていうの、こうしてる、かかと上げちゃって動いてる。それがね役に立ってたのはね、ピンク衣装のロングブーツだった時にね、かかと剥がれてたから、滑るからさかかとつけちゃうとさステージで転んじゃうのね。だからずっとつま先で踊ってたけど、わ新体操役に立ってると思いながら踊ってた。
全然踏ん張れるからさ、つま先だけでも。クラブ野球やってたから先生に強制的に違う、ああそういうこと、え、選ばせてもらえなかったの。マリナ高校から初心者で始めたよ陸上。自分腕だけ太い上に肩幅広いからシルエットがマジモンスター。え、よくない肩幅広いのは。ダメなの。わ、1000人いった、やった。家でご飯食べるときはなるべく草食べるようにしてるそう、マリナもそう。今日なんならなんかね、今日ね、あの2人用で用意してたら、あのご飯バラバラって言われて、でなんかあのお財布をね撮影に持っていくの忘れて帰り寄れなかったから、とりあえずネーネーが帰ってきた時になんか主のメインのご飯お願いしようかなと思って言ってたら、ご飯バラバラでって言われて、なんか前のしたことあるキャベツとツナのなんかあえてるやつと、もやしと人参のナムル作って、だから全部作ったのね、あのなんていうの、もやしだって一袋まるまるみたいな、え、全部食べたでもそれしか食べてないから、まあ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 量食べてるけどヘルシーだからいいかなっていう。やばい、何時までにしよう、45か50にしよう。楽しいねみんなと喋れるの。何なんか倍になっても好きだよ多分。え、絶対太ったら怒る、言うからやだ。水色のくるっと回るの好き。水色のくるっと回る、水色のくるっと回る、どこだ。恋愛は回ってるけどサビどこだ。あ、思った、それ前のあのミユの生誕でさ、あのフィツナストリングスやった時にさ、可愛いレナちゃんめっちゃ綺麗っていうのが見てた。マイニャにそういうこと言ったことなかったから、今度ちゃんとそういう話するわ。え、待ってます。夜中デート生活埼玉県、そうなの、ご飯バラバラって、え、だから食べる時間もバラバラってこと。食べる、何、いつもは自炊したら一緒に食べてたりするっていうだけ。学校外のクラブ入ってると同じスポーツとかの部活に入れなかったです。それマリナたちの時なかった、その今日あれ溶けてた、むしろありがたかった。マリナ長距離無理。それハロウィン期間の時肩幅めっちゃ出てたエルサのコスプレしてた人がいたな。そうなの、なんかぴょんぴょん飛び寄った気がする。超短距離しかやってこんかった時に記憶する。今度その話しよう。小分けに食べるご飯を焼き、本当そうなの。マイナの配信楽しすぎるんだが、あ、本当なんかね、みんながいっぱいコメントしてくれるけんさ、ね、いっぱい喋れるけ嬉しい。これがねコメント少なかったらマイナもっと喋んないからさ、あれなんだけど。俺ら緩いかもしれないけど、いや多分やだ、じゃあ太らない、絶対太らない。でもね毎年ね10月11月って絶対5キロは増えてたの。なんなら去年も実習期間にちょうど入って9月ってその時にバーンってやす、あ、太って 4.5 キロぐらい太ったの。だからピンク衣装が太った時に作られた衣装だから、今着るとすっごいゆるゆるなの。そういうこともあるよって。あ、違う、ご飯をバラバラにしない、車運転してコメントできないけど、これちょっと、あ、聞いてる、ありがとう。なんか配信見てたら会いたい気持ちがより大きく、え、ほんとよかった。この前マリナの手料理ヘルシーで健康的、え、慣れると思う。マリナね、あのあんまり、あ、なんて言うんだろう、お肉使わないからさ、まあ高いしっていう理由なんだけど。え、陸上やってた人多くない。え、それはやばい、スマホに落ちてくるのはやばい、スマホが一緒してた人、わしやない、わしやんなそうですね。え、意外と陸上やってた人多いね。よし、太ったなお前、バーってなったなお前って、やだ、絶対太らない。もう後ろ行くとこくるって回ってなかった、どこだっけ後ろ行くとこ。
ずっと見せた世界の先を知りたかった。ララ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 ラわかるから夢にのとこ違う、そこぐらいしか終わらないよ。レイン予報の始まる音がしたチャン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 タン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 最後の花火がのとこは回ってるけど、通じる通じる、喋ってくれないとあんまり喋らん。あ、ほんまそれは全然。あ、バスケピンク衣装のからくり、ピンク衣装痩せて見える、そんなことはないでしょう。今度またお話しと思います。待ってます。100m とリレーガチでやってた前のね、1回だけリレーとマイルね補欠で出たことあるの。あの補欠でもないのになんか回り回って出た1回だけ。めっちゃ遅いけどとりあえずなんかもうだからそこで初めて当日だから出る子が怪我しちゃって、でなんか補欠の子が出たくないって言って「へえ!」みたいな「マリの足遅いってディスってたやん!」って思いながら「出ないの!」って言ってめちゃくちゃマリナさ足速くないのね。それでさ「それでいじめてたくせに!」と思いながら、だから当日のリレーの1時間前ぐらいにサブのさ会場あるじゃん、あのスタジアムの横に。大体あると思うんだけどアップするところ、あそこでさスパイク履いてさ初めてバトン触ってさ、どれくらいの幅とか言って何歩ぐらいって教えてもらって合わせて、いやマリナ走るの遅いからもうちょっと歩数多めの方がいいやとか言って、マイルもギリギリまで走ってねって結構マリナ前出るよって言ってやってた。リレーガチ勢ってすごいマリナ、もうそれ走った後絶対やらないって決めた無理すぎてプレッシャーやばいもん。やだ絶対測らないよ。陸上やってなかったけどハードルの飛び方は陸上先生は無理。マリナハードル怖くてできない、補欠なんでたくないと。そうね、びっくりした、心の声出てた。嘘帰りたい時間とあの日に、あーそこか、かなうなんだっけかなってやった後にちゃん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 ってしてこう一人ずつ上がって回るとこね、そこね、あーそこね。しかもあれ多分こう勢いつけて回ってるから多分余計クリーンってなってる。マイルきつすぎて死ぬと思って1年生の時から「マリは無理、マイル絶対無理、400ももう走れん、200で死んでた、バトンミスして失格になってみちゃう」。あ、そうね、ミスすると失格になっちゃうからね。それから後ろに行くとこ、そうだよ、初めてのリレーがリレーで、その次の日にマイルだったの、初めてだよ。そうだから今まで前のが練習中こう飛んでる横のタータンでバトンパス一緒に跳躍やってた子も、短距離がこのマリナの台少なくて短距離2人と跳躍2人が出てたのね。だからこの跳躍組の練習して抜けるのをこうやって見ながら前のも自分の跳躍の練習してたから、わーすごいとか言って見てたらまさか自分がやるとはみたいな。めっちゃ緊張したよ、動画残ってるけどもうダサいもん形が。持っていっても絶対乗らないからね、しかも衣装なんて重いからさ、あれ靴とか肉まね、前の足遅いから絶対走りたくない、いじるのガチ勢なので。ほらそれよ、それやから仕様なんよ、わかる。リレーは毎回最初から最後やらされてた。すげえ、動画
公開しないよ。だってここに書いてるやん、ユニフォーム。あるあるある、ぶっつけ本番あるよ。今月まだバニクロ他の子行ってなくて。やばい、いいじゃん。あ、やばい、45分だ。じゃあランキング読もう。で全然さ、バニクロの話してないけど大丈夫そう何の話してた。あんまりな、中役のスパイクって特殊。特殊じゃないよ別に、変わんないよあんまり、みんなとあんま変わんない。ピンの長さが違うぐらいじゃない。駅伝やってる時ずっと当然変更で行く行くって言われてて、行くのか大丈夫です。この好き、まあね、駅伝は応援したことしかない。スクショタイムちょっと後でするね。先ランキング読もう。どこで見てたっけ。あ、オッケーオッケー、間違えた。13位ハレンチさん、12位もとちゃん、11位ヨシオン。あー変わっちゃった。13位ヨシオン、あ違う、間違えた。13位ハレンチさん、12位ヨシオンさん、11位キリヤ、10位もとちゃん、9位イッシーさん、8位ヒカルヘアサムスイエクスさん、7位かまたま、6位おじさま、5位ワイマツさん、4位あのねさん、3位しらっち、2位メトロポリスさん、1位からっち。ありがとうございました。はい、ちょっとじゃあコメントに戻りましょう。あびっくりした。ハイジャンやってた人のやつなんかすごかった。ハイジャン、ハイジャンは分からん、お前のハイジャンじゃないから。えそれは部屋寒いよ。そんな寒いことしてたの。大丈夫。あもう前のお風呂入らなきゃ。何の話って感じだよね。やっぱさ顔出しした方がさ、みんなさあのいっぱいコメントしてくれるしさ、あ昨日は遅すぎただけなのかもだけど、あれだね、1000人超えるしハッピーって感じだね。よし、いた、プチって言った。会いたい、マリナも。ちょっとテロップ消してスクショタイムしよう。えポーズ書いてね、何がいいか書いてね。あと自己顔載せないでください。いきまーす。あれテロップ復活したよ。いらないって。 OK。 暗くない。何をしたらいいんだ。イエーイ。スクショタイムの時だけさライト当てる。こんな感じでどう。あちょっと明るいんじゃない。うん、ちょっとだけ。チンテル。こっちかカメラ。何があるかな。何があるかな。睨んで前ね、ガチ睨みすると本当に怖いから、ファンの人減っちゃうからガチ睨みはできないです。今すっごい水色がね流れてる頭の中で。あウインク最近さ言われること多いからね、ちょっと練習してるの。とりあえずここら辺に手を置いとけばねできるよ。いくよいくよ、反面しないでね。上手くなったんではないか。どうです、手の大きさ比べ。
取れなかっただと。行くよって言ったやん。にらんで、ガチにらみすると本当に怖いからできないです。私三白眼なんでね。成長してるでしょ、ウィンク。ツインテアピー、やばい、熱くなってきた。チュインテアップ。あ、こっち行くと暗い、どうしよう。何があるかな。そう、今日このここメイクでいつもねよれるの、ここ、このラインです。これの最近ねハマってるここのね、ここ伝わる？イエーイ、こんな感じで。お小顔、ウィンクね。もう一回挑戦してみる。じゃあ次は引きで。目乾いちゃった。じゃあ行くよって言うから、ちゃんとちゃんとみんなパシャパシャしてね。分かった？じゃあこうしよう。できるかな。行きまーす。はい、こんだけ無理無理、これ以上無理。あ、そうさ、ピンクって言ってたのさ、これ見える？これピンクのライン入ってんの、なんでって思うやん。あ、やばいやばいやばい、ピンクのねライン入ってんの、なんでだ。いけた？熱くなってきた、めっちゃ笑って。そう、赤いラインがね入ってんの。これなんか取れないから、マッキーのこと。めっちゃ笑って、めっちゃ笑ってるけど、ずっと。あ、めっちゃ笑ったらここに線出るのさ、みんな気づいてる？これこれ、にーって下出てるやつ、ここ、にーって下出るやつ、気づいてる？あー、気づいてる、解けない答えの意味。やばい、ずっとさっきから水色がさ流れてる、やばいやばい。しくじった？じゃあ今度チェキでやろう、チェキでやるわ。チェキのあの321ならできるかもしれない。ちょっとできそうな日だったら、今日はできるかもって思ったからやったけど、その日無理って言ったらごめんそう、マイナにゃん抽選って呼んでるけど、何なんだろうね。でもね、もともとはここにねガッて出てたんだけど、出にくくなっちゃって、太った時一回消えてたんだけど、痩せたらまた出てきた。まあマリナにウィンクしてほしい人はちゃんとチェキに会いに来てって感じです。ケチケチ、ちょっと練習しよるけ。今会うたびに上手くなってるはず。こっちの目がさこうなっちゃうのね、どうしたらいいの。なんかウィンク上手な人さ、反対の目絶対無理こうなっちゃう無理だ、ただ目細めてるだけだもん、無理。今知ったん？ありがとう。いろいろマイナーのこといっぱいみんな知っていってね。はあ、ねえ、切りよく12時にするで55分になっちゃって、バイバイ言うタイミングあれだからさ、どうする？どうする？あ、なんでもなかった。
やばい、水色流星群がずっと頭に流れてる。やばいやばい。そう、明日ねレッスンからのライブです。あ、合ってる、レッスンからのねライブです。じゃあ22時までって書いとくわ、忘れないように。それまでいっぱい皆さん話しましょう。 OK。 やばーい、明日レッスンだ。チェキポーズ考えよう、考えてきて。あーやばい、何年経ってもずっと一緒のところ好き。え、しおりんとこ前だね。水色はねソロないので歌声が聞こえることはとてもないんだけど、あ、でも今限定でね5人なのでポジティブに捉えれば歌声聞けるよっていう。え、やだ、24時までです。やばい、もうずっと水色流れてる。なんでだ、歌ったからかな。さっき変わりたい違ったあの日にのところもずーっとそっからもうループしてる。やばいよ、どうしよう。霊予報の最後の花火が終わってとか好き。推しメンやん、推しメンやん。前のゼロかぶりでこうやってやってるよ8人の時。恋愛予報もねソロないからさ、一回フルで歌わないよ、時間過ぎちゃうよ。何年経ってもずっと一緒にいてね。バズーカのソロパートめっちゃかっこいい。バズーカソロどこだっけ。え、やり直したいやつ、プライドなんか処分しかないよマリナ。そこ、そこまだやってた。長いでしょ、マイナ長いんですよ。恋愛予報マイナも好きよ。ヘイカモン。そこか、え、珍しい。そこ本当、あそこね、そこなんだ。初めて言われたかも。そこ恋愛予報めちゃくちゃマリナも好きよ。え、ね、聞いてほしい。あのさ、この前友達にねこれツイートしようかさ迷ったんだけど、まだしてなくて下書きにあるんだけど、友達にねあの今の5人バージョンの映像を送ったのね、その話になって。で送ってあのたらマリナめっちゃ歌ってるのね今。5人だったら恋愛予報だったらどこだっけ、ソロで歌ってるとこあるのかな。はじめ、8月の夜空ににぎわう2人の距離はまだぎこちなくてと、一番最後のあの夏が始まる音がしたのところ歌ってるんだけど、今代わりでね。なんかマリナめっちゃ恋愛予報があの雰囲気に合うって言われてめっちゃ嬉しくて、まあね、一番好きな曲だからさ、歌詞も可愛いしさ、そう2番のね歌詞をね口ずさんでたらね、ねえねえに、え、何その曲かわいいって言われて、え、恋愛法だよって言って、そんな曲あったのって言われた。いや、めっちゃかわいいんだよ。好き楽曲聴けないがちなので悲しいで、え、そんなにやってないかな、最近多いよ。マニクルさん最近無理なんだから早く、え、サブスクに6曲は入ってるし YouTube もバズーカ載ってるしから、まあよかったら見てください。美術院彩香ちゃんのそっち旅前も、なんだっけ、どうしようかな、どうしたいかな、どうしようかな、走り出そうかなのとこ。でもあそこ元気で歌うと裏声なんだよね、だからあの喉がガスガスの時すっごいどうしようと思った。 YouTube で上がってるバズーカのソロパートとかめっちゃかっこいい。ありがとう、嬉しい。時々のティンカベルのとこ好き。あ、今ねやってるからね、ティンカベル。8月のところ前のめちゃくちゃ良かった、ほんまにありがとう。
可愛いってありがとうね。可愛いね。歌詞がさなんだっけ、やばい今パッと出てこないんだが、ちょっとパッと出てこないのでパッと出します。その2番のさあ、ここ呼び止めようとした声は言葉だけが詰まって、花火綺麗だねってごまかしたくて今伝えなきゃって、あれ合ってるか、あ、こう優しい君の笑顔は独り占めして見たくなって、ここ好きダメかな今だけって手を重ねてほら夏が始まる音がした、かわいいってなる。普通に歌詞かわいいよね。あ、え、じゃあさっきお前なって言ったの、あいちゅんのソロダンス、え、でもお前のもうソロダンスなくなっちゃったからさ、こっちの人になった、こっちの人になった。バズーカサブスク解禁、待っててできるか分かんないけど、メイン予報と水色が一番好き、ありがとう。おー、あ、12時になってた。じゃあちょっと自分がスクショして終わろう。え、またさ、あ、でも明日は無理かな、明日はちょっとライブとレッスンで疲れてるから、明後日できたらしようかなって思う。また告知します。だからみんな遊びに来てね。ちょっと自分もスクショしよう。あ、ボソボソだ。ライト。あ、いい気なんじゃない？オッケー。よしよし。またみんな遊びに来てね。じゃあ今日はそれくらい。あ、充電もやばいわ。充電もないや。終わりにします。明日はレッスンからのライブ頑張ります。みんなも明日お仕事頑張ってね。今日は早く寝てね、昨日は夜更かしさせちゃったから。じゃあまた待ってます。最後まで見てくださった方ありがとう。楽しかった。おやすみ、バイバイ、おやすみなさい。